先端さん、今日は何食べたんですか、夜ご飯。唐揚げ弁当。野菜、肉野菜炒め定食と唐揚げ弁当。近くに襲われないようにだけすれば。おい。はい。うん、いやいやしたね。いいボタン、ナイス。ナイスボタン。誰もカンカン音がしてない。エンジンルームで湧いたのに、スペシャル前ストローに誰もいねえのかよ。か全然はしごの音聞こえなかった。で、ね、最後の最後、停電治る2秒前くらいにカンカン、3秒前くらいからカンカンして治ったみたいな、うん。それがテラゾーさんだったっ。テラゾーさんってこと。宿舎前もいなくてエンジンルーム俺一人だったから、多分そこで湧いてるの誰もいなかったんじゃない。もしくは金庫室行った誰か。わかんないけど、まあ、いっか。アルマ、停電直しましたよ。これ、白くないっすか？えらい。すごい。えらい。すごい。いや、それかどうかわかんないけど。アルマさん直した？貨物室のところで直しました。じゃあ、一番最後に直ったとこ、一緒に最後同時言いません？一番最後はわかんない。僕、右4つが下がってる状態からスタートしてるから。ああ、そういうことか。いや、ごめんなさい。はい、私、開いたとき、一番最後、一番右が直ったっていうのだけ見て終わったんですけど。ああ、多分、だから右4つを左から、多分、カン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 ってあげたと。ごめんなさい。せーの D。ああ、それ、そっちの方が面白かったな。そう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 。あの、嘘つけないし、本当に直なんか見合ってるかっていうのをやろうと思ったけど、あ、全然いいですし、あの、大した情報じゃない。せーのののでいう、それともせーのはいで言う、どっちする？どうでもいい。中学生、中学生のあれ悪いやつ。せーのってお前言えやるよってやつね。センター好きな人いるって言ってたじゃん、やめてよ。はい。で、せーの。笑いすぎだろ。いや、今のはサンとサンボキが面白かったんじゃなく、この間が面白かったんです。あの解説して滑ってる解説してもらうのやめてもらう。それ先生どうしたんですか。いや、なるほど。早く入れてもらっていいですか。このチーム。あ、ごめんなさい。面白すぎてちょっと入れませんって思います。誰か。サントさんが作り出した間が面白すぎてちょっと。諸説あるね。諸説あるね。諸説ある。しゃま、またオラフ君と一緒だ。同化されてます。私。オラフ君にツイッターも監視されてて怖いです、正直。何をツイートしても。全部。サバーカでツイートしてもオラフ君からリプが来て怖いんです、私。誰か助けてください。こんばんは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 。ナイス。ナイスボタン。二先端恐怖症が押しました。紛らわしいな。ナイス。え、何が紛らわしいんですか。いや、コミュニケーションから出てきたのクロモさんですか、あれ。あ、そうですそうですそうです。あ、なんだ。あ、エロちゃん恐怖症も出てきますよ。エロちゃん恐怖症も出てきてますよ。はあ、興味なさそう。はあ、ジミアとは仲良くなれた。マイクラの住人だ。またエロちゃんショット切りしよっかな。マイクラが死にてー。死にてー。ビリー玉早く押して、ビリー玉。あんま。テレ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 。え？でかいのよ、声量が。何のモノマネでしょう。トゥルーン。赤、青、緑。赤、青、緑。赤、青、ほら。赤、青、緑。やべ、死ぬかも。終わり、死んだ。
俺死んだ。コミュ行かなかった俺が悪い。白白白レン白レン白レンジ。はい。マジか。ギャーギャー。やっちゃった。やりましたね。はい、た最終目撃とか。パルマさん右いませんでしたっけ？アルマはアーカイブにいたかも。ですよね。サントスさんはメインの脇。多分エレクトリカルの方に降りてって夏目先生はその降りていかなかったみたいな感じでしたよね。うん。多分そこ降りてったと思う、エレクトリカルの方。多分。自信はない。通信室の方には誰も来ませんでした。貨物脇一人で、ラウンジアーカイブシャワーメインエンジンまで行ったんですが、アーカイブで湧いてるアルマさんとメインホールで湧いてたと言われているサントスさんはいませんでした。あのサントスさんもアルマさんもどっちもメインホールで湧いてる。あ、両方、はい、両方湧いてる、はい、ね、メインホール一つずつ部屋を確認したんですけど、死体はなかったのでメインホールではないって自分自身は言います。藤宮オラフがキッチンはいて、セキュリティの下の方まで確認しましたけど、そこもないです。僕エレクトリカルのまで行ったんですけど、エレクトリカルの真ん中ぐらいまではなかったです。ああ、僕してもう一個情報を出した。エロちゃんさんはもうエロちゃんさんとミーティングですれ違ったんですけど、僕サントスさんとアルマさんを右に置いてきてるからエロちゃんさんがほぼ殺せない。あの藤宮さんってあのカメラ見てたと思うんですけど、はい、なんか情報とかってないですかね。いや、カメラ、まあ、切り替えで見てたときは映ってないですね、誰も。どれぐらい見てましたカメラ。まあでもコミサボも鳴ってたからそんな、まあね、うん、はい、結構すぐ直ずっとは見てないです。序盤ですか、見てたのって。序盤で、まあ、でもずっと見てたのは僕が見てません。序盤見てたなら僕がアーカイブで本やってるの見てないのおかしいんですけど、ずっと本のとこにいたから。うん、まあ切り替えてたから、まあまあ、うん、まあ、見てないとしか、うん、なるほど、了解です。難しい。いやー、多分アルマさん電気ついたと思うんだよな。夏目先生とアーカイブの方に一緒に上がってきて、その後一緒に下に降りてったと思うので、多分電気室側で死んでると思ってます。室側、うん、藤宮さんとオラフ君が色、僕が色ですか、色ですか。押したっけ？押してないよね。あ、押したわ。2センターの恐怖症は押したわ。手ボタン僕押した気がする。押してたわ。ギャー、発見して。あ、二郎だ。はい、オラフ君確定ですね。お、その心は。今ミーティングルーム僕上がってったんですけど、はい、残しておいてよかった。推理先端の死体がボタンの前にあって、その前に僕の前にオラフ君が登ってったんですね。なのでオラフ君は確定だと思っていて、で俺を追っかけるように藤宮がついてきて、その前にエンジンルーム側に藤宮行ったのにわざわざ俺の子をかけてきたんで、二郎だ。ここに二郎じゃねえかなってちょっと見えちゃった。よしよし、二郎だったらエロちゃんキルしてればっていう。まあまあでもちょっと距離あったから。僕の話いいですか？はい、僕はミーティングで先端さんと一緒にタスクしてて、でボタンに行こうと思ったらもうエロちゃんさんが切ってレポートしたって感じで。あ、でもさっきクロム君から俺絶対できない位置って言われてるんで、うん、だから俺とエロちゃんさんの二郎しかなくねっていう。あ、そうですね。クロム、じゃあ、まあ、そうですね。まあ、少なくとも。え、まあ、でも一番、さっき1キルだったのに、全員一路だって行けるんだったら行こう。寺蔵夏目先生は電気室付近にいたから無理です。コメサボの後のエレジーです。1人でした。え、さっき2キルでしょ？それも必要ない。さっき2キルです。さっき2キルです。あ、ごめんなさい。あ、そうだ、そうだ。だから、エルちゃんさんはクロムさんとの2路じゃない限り、白格。もうお互い死にやってるから。そうだね。まあ、オラクは確実にやってるんで。相手見てましたが、5秒前には死んでます。あ、じゃあエルタさんない、ないんじゃない？その来てやったの。てか藤宮が白証明できると思うんだけど。うん、
ロちゃんはやってないよ。いざまあ、やってないの？オラフ確定じゃん、そしたら。じゃあ僕、確定になっちゃいますね。あ、色だ。確定になっちゃいますねは CO じゃん。エロちゃん目線、藤宮も今回無理でしょ。うん。てか、そう、二郎だったら単純に藤宮オラフでミーティング待機してればいいだけだから。まあそうだ、ね、ただその前の動きが変だったからってだけ。エロちゃんさん、藤宮さん視点で確実に一郎連れてるって認識だってますか？その。まあ初日も電気室に降りてたっていうことが本当なら、まあオラフ君は一応。いや、違うじゃないと思う。え、これロラーはしなくていい。一応、エロちゃん、藤宮を追って。あ、でもそしたら、ちょっと切る。そしたら、お三郎になっちゃうよ、と。うん、そうだ。あ、じゃあ、もういいね。うん、ごめんなさい。あ、やっぱ。ナイスー、ナイスー、ナイスー、ナイスー。ナイスな、無理に僕をキルしようとするからそういうことになるんですよ。いや、僕はワンチャン藤宮さんとミスキングで2キルできるかなと続けたんですけどね。うまい。神推理残しててよかったな。あ、ごめんなさい、ミュートになってました、すいません。いつもそうじゃん、いつもミュートしてんじゃん。くしゃみが最近多くて、見てんだろ。はい、ビビってます。やっぱりな。センターさん、今日は何食べたんですか、夜ご飯。唐揚げ弁当、野菜、肉野菜炒め定食と唐揚げ弁当。はいはいはい。初日ってエレジーさんが見たのってアルマさんですか、サントスさんですか？アルマさんです。改めて言うと、所定アーカイブの方でタスクやってて、そやってる時に下から夏目先生とアルマさんが来て一緒にメインホール側に行って、夏目先生が左、アルマさんと、アルマさんが下に行ったという記憶があります。うん、なので、アルマさんは下で死んでるというふうに考えてます。考察しないで、僕の、うん、夜ご飯考察。サントスさんの下位置って結局分かんないんですよね。うん、あんまり証言が出なかったね、うん、サントスさん。で、エロちゃんはクロムさんって、サントスさんに関しても無理って言える。いや、俺は位置関係が自分の目で見たわけじゃなくて、俺ミーティングルームにしかいなかったから、あの場面。金庫行ってミーティングルームだから、まあ、どういう説明するかっていうと、メインホールに湧いたのが黒川、クロム、中野、アルマ、サントスの3人で湧きました、うん、で僕はメインホールを左、まあ、どうだったか忘れちゃったんですけど、メインホールでとりあえずその2人を置いて左に行ってミーティングルームに登って、でミーティングルームから降りてくるエロちゃんさんとすれ違ったから、まあまあ、まあほぼ、ね、エロちゃんさんがやるんだったらヌー、あの昇降機使って行ってアーカイブやって昇降機行ってミーティングルームも行って戻らないといけないから、エロちゃんさんはできない。まあ弁当も一応できる、弁当もあるけど、まあ、まあ、まあ確かに確かに相当難しい感じじゃないですよね。相当難しいと思う。なるほど。その場所分かってなきゃ無理だと思います。本当にもう、そう、誰なんだこれ。うん、だからこれで連れてる認識だったらクロム君も後ろになると思うんで、うん、なるほど。それくらい前に一人で2キルする時間ありましたっけ、ね、どうだったかな。いやコミュニケーションになって停電もなった。コミュニケーションか、コミュニケーションで多分ね60秒は経ってないと思う。なんかそんな長かった印象ないな。コミュニケーションも10秒ぐらいで直した記憶あるな。便利な時計をちょっと壊してしまって今。ちょっとごめんなさい。サントさんのこと便利な時計って呼ぶのやめろよ。サントさんって呼んであげてよ。名前で呼んであげてよ、サントさんのことは。壊したんですか、夏目先生。壊したんですか。壊しちゃった。インポスターってことですか。うん、違うよ。完全に夏目先生のショップを近してるじゃないですか。シャワーオン。ビタンロン。何ですか、そのかっこいいと。シャワー、コーヒーを入れる前にシャワー浴びるといいよ。後半3割しか合ってない。センターさん、毎日野菜炒めと唐揚げ食べてます、ね、そうだよ。やっぱ健康に意識してるってことですか。それしか食うもんがない。唐揚げ飽きたもん。やだ。飽きた、絶対飽きたよね。え、それな、コンビニ弁当ですか。もっともっと。ホットモットか。いや確かにホットモット唐揚げ美味しいって、唐揚げのあのなんか粉うまいっすよね、あの粉。ああそう、美味しい。へえ、唐揚げめっちゃ美味しいけど飽きたもん、さすがに。てか毎日ホットモット食べてんのか、うん、健康的だな。
はい。はい。知ってない。頃合いだと思ったので押しました。いいと思います。エレキタスカートさんかしら。はい。釣れてる認識は大丈夫ですか。まあこんだけ時間あって負けてなければ釣れてるんじゃないですかね。さすがに。おお。じゃあ隠しろだ、エロちゃんさんがもう。もう隠しろなんですよね。うん。クロムさんとエロちゃんさんでしたっけ。まあ福君自白気味でしたし。うん、自白してたよ。確定時かーって言ったしだって、あの人。クロムさんは、宮尾さん。なんだよ、俺は別に白じゃないけど、白くは見てほしいけど、白、隠し白ではない。ああ、了解です。あ、そか。クロムさん目線でエロちゃんさんが白く見えるってだけか。あ、まあ、もう絶対白っていうになっただけで。はい。でも、クロム君黒だったら、あの時点で俺を隠しを出す必要ないと思うし。まあ、確かに。それはまあ、まあまあまあ。ね、絶対前。白そうぐらいで。まあ、一応サントスさんとアルマさんのメインホールはキッっていう情報を出したのも多分俺だと思うから、うん、でアルマさん確かにアーカイブに下から来たんで多分あってそうなんですよね。ちなみに夏目先生ってどうやって来ました、その日って。アーカイブになんか一緒に来ましたね、アルマさんと、うんうん、あのアーカイブに来ましたよね、アルマさんが死んだターンに、うん、その時って一緒に どういうルートで あれですか、メインホールはキッですか。ノリ弁解約されたノリ弁なんかめっちゃ変わってるね。ちっちゃくなったね。アーカイブ脇でもシャワーアーカイブあたりうろちょろしてメインの方に行ってた感じ。満腹ノリ弁だっけ。焼きそばも入ってるやつ好きだったんだけど。はい、ごめんなさい。ここもなんかこれで何かイライラしなかったからごめんなさい。デラックス満腹弁当だっけ。うん。タスク多分3箇所ぐらい。うん。展望デッキには来ないでください。やばいったな、間違った、うん、エロちゃんさんに白出したら間違ったな、間違えた、やべえ、どうしよう、どうしよう、あー、やべえ、やばい、やばいぞ。何最後の茶番。どうだろう、何だろう。唐揚げ食いてえな。唐揚げもうね、食ってだろうな、2ヶ月ぐらい野菜炒めと唐揚げとあとカレーしか食ってない。え、麺類とか食わないですか。麺もだってもうその3つしか食べてないから、もう2ヶ月3ヶ月ぐらい。いやでもなんか僕も 1,2 ヶ月インスタント麺となんだっけレトルトカレーしか食べてない。体に割る。めんどくさくて。野菜ジュースでも飲んでますよ僕毎日。ああ、まだそれはいいけど。え、サンタさんやっぱお嫁さんの愛情手作り。あ、でも自分も作ったけど、今日はお互いあの一品ずつ中華作ろうっつってそれぞれ作ってる。うわ、なんですか、いい陽キャすぎ。いや、一品ずつはちょっとやばい。一品ずつは陽キャ、さすがに陽キャすぎる。お互い手料理作り合ってるってことですよね。それは陽キャすぎる。うわ、いやもう眩しすぎて見れないっすよ、サントスさんも。でもね、これね、多分あ、誰か死んだ、誰か死んだ、キルワシ。あーめっちゃ死んでる。いや、テラゾーさんだけでしょ。あ、テラゾーさんが死んだ。テラゾーさんがミーティングルームの、左側の机のあたりでレポートが出ました。死体はちょっと目視できてないです。あ、ウキイチなの最初に言っときます。展望デッキにいます。はい、ジミア貨物の停電を直すとこです。昇降機。電気室。エレジーはまあ、あとそこの配線にタスクが終わるから行ったら死んでたって感じなんですけど。クロムさんが昇降機の右側のダウンロードのところにいたのを見てます。うん、ダウンロードかな、はい。あ、右側ね。右側です。で、僕が右側から昇降機に乗って左に行って、上でレポートです。リフトは右にあったってこと。右にありました。はい、ね、多分クロム君リフト乗ってて、俺、メインホールから聞こえてる、その音が。あ、メインホールから聞こえるから聞いて、そう、乗ってます、乗ってます。乗って左に。うん、LG はちなみにミーティングルームのタスクだけであとは終わります。セルフ疑われはするかな。カン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 はね、どこで聞こえたかね。メインホールにいた時に聞こえた気がするんだよな、登る音。何回ぐらい聞こえたとか覚えてる？1回かな、俺が聞いたの1回。うん。じゃあテラゾーさん、野菜ジュース飲みすぎて足の裏黄色くなった。いや、わかんない、どうなんだろう。野菜ジュースなの、関係あるそれ。うん。野菜ジュースとセルフコミュニケーションなった時に聞こえた記憶しかない。ああ、序盤。
あ、聞こえてなかった、すいません、一緒に行ったんだけど。うん、全部ドア開けてもらってみかんみたいな言い方しないで。あこの日関係は出せないっすかね。そうそう、うん、ヒロちゃんさんもトンプみんなバラバラ。うん、バラバラだね。人参色になった。寺藤さんね、コミュニケーション治った。野菜ジュースめっちゃ飲んでるよ。やっぱ怖くなってきた。すれ違ったかな、すれ違ってないと思いますけど、ね。俺でメイン側行った時にね、左側行ってた気もする。ごめん、あの、勘違いだと申し訳ない。まあ、村目線で L 字のことは。カレー粉粉麺じゃないの、黄色くなったって。いや、藤宮の方が優先度高い。床にばらまいてだけなんじゃないの、カレー粉。あ、ちょっと、下から、ね。藤宮なんだ。野菜ジュースと、あとサプリもね、飲んでますね。グミサプリ。あと、ウィーダーもね。ウィーダーも。それで言うと僕はね、そう、ウィダーとグミサプリと野菜ジュース、そう、ウィダーインゼリーがあの昼食だから。え、これこんにゃく畑と全然カロリーな。こんにゃく畑さ、なんかうますぎてさ、うん、なんか3袋ぐらい一気に食ったらさ、なんかめちゃくちゃ気持ち悪くなった。そりゃそうでしょ。そうやばかったあれは。無限に食えるくない、あれ。一回に買うのを一袋にすればいいんじゃないですか。そうすれば一袋しか食えないから。クラッシュタイプのゼリー飲料状のこんにゃく畑。あ、そっちか。一番お気に入り。歯ごたえが冷凍してもうまいんだよな、こんにゃく畑。だんなだんなランランライフのこんにゃく畑にかけたんですか今。いやいや、あ、死んでる。こ、おお、はい、下位置がミーティングルームのカメラに映らないところ、ボタンの左下ぐらいで死んでました、エレジーさんです。で、直前に昇降機からヌーンで移動してる人を、まあ、俺だね、ヌーンが動いてました。誰ですか？俺だね。エロちゃんのどういう経緯？どういう経緯だ？経緯？マンランライフって言ってんの、あれ。なんて言うの？ランランライフだと思ってた。アーカイブから回ってる、ヌーンがなかったから。ああ、なるほど。本当は、肉畑柔らかくなったんだけど、ちょうど停電になっちゃったから、ヌーンで終わって。外に突っかかる人がまた。で、停電直してる人もう一人いるはず。LG さんが直してた、それは。左下の展望デッキで LG さんが直してる。ん？ん？え？ LG さんってミーティングでしたい。だから変だなと思ってる。だから左下の展望デッキで電気直してるの知ってる。あ、一番最初の一番最初の電気。ああ。あ、違う、今の話してるの。あ、今のは間違えた、ごめん。今もう一人触ってる人いなかった？マンナンってこんにゃくの。触ってないんだ。あ、触った、ごめん、今俺だわ。ごめん。じゃあやっぱ藤宮夏目になるんだけど、俺が聞いたカンカンは2個だったから、夏目のセリフかなって思ってた、今。藤宮メインデバイス電気室から貨物の閉店直しに行ってる。どうしよう。どうしよう。タスク残ってる人います。夏目はい、残ってますけど。残ってます。あ、OK です。はい。俺3つかな、連続タスクだから。俺の遺言を思い出してくれ。一応言っとくけど、まあ自分だった場合、エレジーさんをキルする必要はないかな。そうなの？ああ、初手キルから怪しい位置を藤宮に定めていて、さっきのキルからエレジーさんが、怪しいって言われてる状況下で、自分がエレジーさんを救ってるわけだから、エレちゃん黒川をやっとけばエレジー。なんか、ま、優先度が違う。だから とりあえずスキップするんだったら昇降機左集合でどうですか。あ、オッケー。それは。じゃあ思い出せば。うん、いける。オラフ君黒軸で思い出せ。ある。ちなみに。あるよね。うん。うん。まあ何言っても無駄だと思う。そこは。諸説ない。はい。諸説ないいただきました。いや、信頼値悪かったっすね。悪いことしたな。初日思い出せばね。あ、そうそう。寺蔵さんって普段何食ってるんですか？普段ですか？なんか健康意識してます？健康意識してません。断言した。そんな健康意識しながら食ってる人もそんないっぱいいるんですか？この先端さんとか意識してる風な食事。風なってなんですか？でもあれ、あんまりカロリーがないこんにゃくご飯みたいな。こんにゃくご。またこんにゃくじゃん。
んにゃく像です。こんにゃく像が主食。あ、でもこれいいね。結果ここで、うん、あ、このムーブいいですね。僕とサントスさんも初手から二郎つけちゃってるからね。もっと一緒に行動すればいいな。でっかく集合ねっつって何？今停電入っちゃって。ハチ公前集合なっつって。雨しちゃってる。あ、音を鳴らす作戦。ああ、音を鳴らす作戦。なるほど。夏目先生とクロンさんもハグリッジ。うめぇ、うめぇ、これはうめぇ。やば、アサシンじゃん。なんだ、え、すごい今の、かっこいい。これめっちゃかっこいい。これ霊界先生めっちゃかっこいい。やば。あ、やばい、いなくなってること気づいたけど。いや、めっちゃかっけぇこれ。いや、これもう、お、あ、あ、やばそう。死体を見つけるか。あ、ヌンするんだ。あれ。逆走してる。あ、いやでも。あ、でもドアが。あ、これあれじゃん。ボタン殺しに行ったんじゃない。おお。ガチでうまい。本当に。よし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 。ガチでうまい。ありがとう。いや、これ。いや、神やった。かっけー。いや、すいません。ジッキーだるまじめ。めっちゃかっけー。だるま GA の勝利だ。めっちゃかっこいい、今の。すげえ。さってベンドが出てきて、スッてやって。マジでかっこよかった。かっこよかった。夏目先生だけをこうスパーン切って、そう、離れた瞬間に、めっちゃかっこよかった、今の。清水さんどこ行ったんだろうって思ってたら、メインホールの上のベントが出てきて、サッてやって、で、そのままクロムさん追いかけて、今のキル、うますぎだろ、普通に。マジでうまい。いや、ごめんなさい、夏目をね、あれね、死んだ方がいいと思って、ちょ自分助かった、もう本当に敗戦、あと2つ直せたら勝ちだったっていう。クロムさんがせっかく集合って言ってのに全然集まんない。集まったら集まったでバラバラになるし。今なんか午前中だと固まったまま行動むずいよね。コミ、まあ、さんもなってるけど、とりあえずみんな左集合ね。来ない来ない。やばい、今の僕の視点めっちゃかっこよかった。ベンチに映ってなくて急に部屋から出てきて夏目先生だけ切ってたからめっちゃかっこよかった。夏目に見えちゃったわ。すごいな。めちゃくちゃミーティングよく切るしてたね。そう、ずっと寺蔵さんもエレジさんをミーティングで待機して切るしてミーティングにいた。今日藤宮さん大活躍だ。いや、大大活躍だ。最初と最後両方ともインポスター勝利。初手切るがね、オラフ君確定だから、あの藤宮さんとずっとアリバイ揃えてたから、セキュリティとかで。今度からミーティングで死体見せたら今で確認してからレポートします。ミーティングできる人は貨物に貨物で直してたって言ってるのがちゃんと通ってるのかね。みんな見てた。色で合ってたんだな。そう、エロちゃんキルしようと思ったけど、ちょっと噛み合わなかった。結果論スキルをキルしなくて正解でした。じゃあ、だからそれでちょっとね、白く見ちゃったんだよね。確かに俺、ボタン一回開けてるし。なんでかよくわかんないけど。いや、マジでうまかった、今。うまかったね。すごいね。ナイスファイト。うまかった。マジでうまかった。なんかかっこよかった、今の。なんかうまいって。まあ、うまかったし、かっこよかった。いいなぁ。クロムさん目線、クロムさんがちょっと不備になったよね。ごめんね。いや、死んでも間に合っちゃうと思ったね。だからそういうことか。夏目先生がなんか、せっかく一緒にいるのに離れてたから。あ、そうそう。幽霊でやった方が、アップロード、ん？セキュリティ下のさ、あのチョンって出るところとアーカイブだったから、これ当時だって絶対死ぬなと思って、そう、半端死にに行って。終わった？終わって、半端？仲間じゃなくてですか？仲間？仲間、ごめんなさい、もういいじゃん。で、ハンバアーカイブの、ごめんなさい、もうアーカイブのタスク、うざっ。アーカイブのタスクでもう開いた時にもうゲームセットってな、ゲーム終了。じゃあ俺行かない方がよかったな、昇降機な、ごめんなさい。いや、申し訳ない。まあ、難しいよね、停電。停電。強いね、コマップ停電。強かった。4人の。まあ、コミがコミが強くなったからこそ停電も強くなったよね。ボタンから遠いですね、停電ヌーンがなかったら。あれさ、何が正解だった？もうだって釣れないって思っちゃって、夏視点だったら。いや、もう一緒に動けば。ちま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 。右のショック。時間かけて。
3人で動けば気がするな、うん、4人でもう連ねたら1、3で分かれて動くしか。あでも今のは藤宮さんうまかったけど、いやマジうまい、分かったね。部屋から急に出てきてキルしてったからマジでかっこよかった。霊界大盛り上がりだったから。ボタン押したかったな最後。で電話直ったからボタンは一応押せる状況にはあったのかな最後。そうですね。だから押しに行こうと思ったら殺されちゃったっす。あ、ミーティングで待機してなかったのか。ミーティングに行ったらボタン押せてたんだけど、はいね、なかなかね判断難しいですよ、ね。いやー難しい。結構待ったつもりだったけど多分20秒ぐらいしか経ってないと思う。いやー申し訳ない。判断ミスだった。いやーしょうがない。いや今のはいやうまかったね。ミスターが強かったな。よく逃げ切ったね初日から。あ本当に。2両ラインが結構濃厚だったから。バリバリオラフ君と一緒に全員引き殺そうぜって思って。そうそう。もうめっちゃ。なんかもうオラフ君が藤宮さんカメラ見てたけど なんか見てなかったんですかつって何も出てこないからもう絶対にローだなと思ってなそのしらじらしい感じと思っていやいやまあやっぱりさダメだな僕途中でねエレジーさんに容疑が向いたっていうのもすごい良かったと思う自分は。確かにあれねそう藤宮さんから離れたからあるからね一応、うん、いやグッドゲームでしたね。ナイスゲームナイスファイト。グッドゲーム。